なるほどな。でもあくまでも読み物っすけどね。そうだろ。だから俺も君島が親父の話を信じるって言ってくれた記憶の意味がよくわからないんだ。嘘のような小説の中に真実が隠されていたとか。そんな曖昧なことで俺たちは病人を山に連れ出したのか。高弘、やばくないか俺たち。ああ、みんな、五稜さんが呼んでるわよ。皆さん、昨日は忙しくてお話ができなくてすみませんでした。五稜さん、ズバリ聞きます。8年前、俺たちは君島っていう病気の友達をお山に連れて行った。それでその子を置き去りにしてしまった。俺たちは彼女を殺した。藤枝君、違いますか。あ、そうなんですね。思い出しましたか。え、何のためにお山に入ったのか思い出しましたか。どこへ行ったのか思い出しましたか。五稜さん、はっきり言ってください。彼女は俺たちとお山に入って死んだんだろう。もしかして事故かなんかあったんじゃないですか。違います。五稜さん、教えてください。人を殺したなんて、このままじゃ私看護師なんてなれません。ごめんなさい、私。教えてください、五稜さん。みんな待って、五稜さんには言えない理由があるのよ。そうですよね。ごめんなさい、私お山の定めに従わなきゃいけないんです。だから教えられないんです。でも、でも皆さんが記憶を失ったのはお山の定めなんです。お山の定めでは、自ら思い出せる強き絆持つ者のみ道を伝えよとあります。だから。わかりました。俺たち自身が思い出さなくちゃいけないんですね。ごめんなさい。この夏いっぱいかけてでも僕たちの過去を思い出してみせますよ。ダメです、今日の夕方までに思い出さなくてはダメなんです。今日の夕方？わかったぜ、ハガキの意味が。814、8月14日ってのはタイムリミットの日だったんだ。そうです、今日白ヶ浜大祭の日です。なんてこった。ゴリョンさん、もっと早く言ってくれればよかったじゃないですか。ジョージ、やめろ。ごめんなさい。定めなんすよね、言っちゃいけないんすもんね。そうだ、ゴリョンさん、この神社って鬼門を向いて建てられてますよね。はい、そうです。気がつかれましたか。白ヶ浜神社って普通の神社と違いますよね。もしかしたら神社を建てるルールができる以前、地形か何かに合わせて神社を建立したとか。そうです、昨日の朝この神社が祀っているものを皆さんに伝えようとしたんですけど、言いそびれてしまって。普通はアマテラスの大神じゃないんですか。俺知ってるぜ、ヤタガラスだろ。町の人から聞いたぜ。違います、それは表向きです。ここって神社じゃなかったんすか。いいえ、一応太陽、アマテラスの大神を中心に据えていて、日本の神社に違いはないんですけど。秘密があるんですね。実は本当は天帝、始皇帝を祀っているのです。天帝、始皇帝。始皇帝って真の始皇帝ですか。そうです、始皇帝を神と崇める方がこの神社を建てたのです。
そんなに昔？それってもしかしてジョフクとかいうおっさんすか？タカヒロの親父さんの本に書いてあったっすよ。そうです。スケア、珍しくヒット。自分でも驚いた。ゴリオンさん、それってこの間の巻物と関係あるんじゃ？これのこと？出さないで。そのことはお父様には絶対に内緒。そういえば巻物がなくなってしまったの。どこに行ってしまったのかしら。リナ、リナはどこじゃ？あ、お父様。皆さんすいません、大祭で忙しくって。ゴリオンさん、でも夕方5時にコリまで来てください。その時までに絶対にどこと、なぜを思い出してください。絶対ですよ、絶対に思い出してください。思い出せなかったら一生後悔すると思います。いえ、皆さんだけじゃなく私自身も。リナ、リナはどこじゃ？ごめんなさい。それじゃあ必ず思い出してくださいね。約束ですよ。やばいぜこりゃ。今日の夕方までにか。手分けしていくしかねえな。そうっすね、彩香さん、俺と調査するっす。私は藤枝君と一緒に行く。おお、ノー、そりゃねえっすよ。やだー、俺は絶対に彩香さんと行動するっす。うるさい。痛いっす。そういえば、のぞみちゃんは？昨日夜中に、ウミガメ見たよって帰ってきて、夜明けと同時に、夜明けのスケッチラララって出かけたわよ。はぁ、あ、我が妹ながら。かわいい、でしょ？まあな。それじゃあ、夕方5時に。ここに集合ね。SDGGO! みんな、元気ね。あの能天気さが、俺にはわからない。まあ、いいじゃないの。それより、どこに行く？付き合ってもらって悪いな。勝手についてきた旅だし、こんな夏休みも悪くないわ。それじゃ、まずは昨日の続きだ。図書館行くか。 TAT GO! GO! で、TAT って何？タカヒロ&アヤカ探検部で TAT。 やっぱりな。アヤカ、次にスケアンがあれをやるときはお前も一緒にやれ。許す。藤枝くん、どうしたの？学校の図書館行くんじゃないの？ちょっと待ってくれ。あの桜の木、なんか思い出があったような。タイムカプセルのことじゃないの？いや、本なんだ。さっきスケアンと話してて、妙にこの木が頭の中でちらついて。親父の本、桜の木、ここだ。ここで君島と親父の本のことを話したんだ。ずいぶん風情があるわね。ん？君島、さっきから何熱心に読んでるの？これ、私の大好きな作家さんの最新刊よ。へえ、最新刊。小説家なんか？今回は歴史エッセイね。歴史エッセイかよ。どんな本？ん？これだけど。け？よりによって親父の本かよ。藤枝くん、お父さんのこと嫌いなの？ああ、嫌いだね。どうして？勝手なやつだからさ。勝手なの？藤枝くんのお父さん。せっかくプロサッカークラブのジュニアコースに入れたのに、親父の気まぐれでいきなりこんなとこまで連れてこられたんだぜ。あらら、
信じられないだろ。人権無視も甚だしいよ。急に笑い出したりして何がおかしいんだ。だってお父さんの文句を言ってる藤枝君ってまるで拗ねてるみたいなんだもん。え、そうかな。なんだかんだ言っても藤枝君お父さんのこと好きなのね。それは君島の勘違いだよ。またまた無理しちゃって。どうでもいいけど君島、俺と親父のことを勝手な解釈するなよな。でもいいな藤枝君、お父さんと思いっきり喧嘩できてさ。え、ほんと羨ましいな。それであんなに嫌いだったはずの親父を自慢したくなって君島俺ん家に呼んだんだ。結局間違いだったんだけどな。いや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 、こんな可愛いお嬢さんがファンだなんて嬉しいね。そんな先生、可愛いなんて嫌ですわ。先生か。その玉のような唇から言われると実に素晴らしい響きだ。ちっ、親父のやつ調子に乗りやがって。あ、で先生、ここのところなんですけど、どうして東アジア一帯にこのような伝説が広がったんでしょうか。ああ、それはだね、次のページと関係があるんだよ。ほら、ここさ。ああ、なるほどなるほど。疑問はなくなったかね。ええ、すっかり。ありがとうございます。あはは、いやいやいや、何でも聞いてくれたまえ。え、それじゃあ聞いちゃおうかな。いいよ、質問は大歓迎だ。次回作の準備のために白ヶ浜にいらっしゃったんだって藤枝くんから聞いたんですけど、次の本ではどんなことを書かれるんですか。うん、次の本はね、女服伝説を取り上げるつもりなんだよ。え、女服伝説。知らないかね。真の始皇帝に命令されて不老不死の薬を探しに来た同士のことだ。ああ、その女服ですね、知ってますけど。じゃあ彼がここ白ヶ浜で宝来山を見つけたという記録があるのはどうかな。え、そんな記録があるんですか。本当ですか。ああ、ここの白ヶ浜神社に納められている巻物にその証拠があるらしい。今回はそれを見せてもらうためにここまで来たんだよ。じゃあだからって俺まで連れてこなくてもいいのにさ。へえ、面白そうですね。そうだろう。あー、スケベ親父め、あの時心底から親父が嫌いになったんだ。君島さんもジョフクのことを知ってたの。そうだ、絵本。宝来さん、君島は子供なりに不老不死に興味があったんじゃ。藤枝くん、図書館に急ごうよ。とにかく絵本見つけなきゃ。ああ、そうだ、絵本、そこに鍵があるような気がする。綾香、今も歩きながら巻物読んでたのか。昨日の夜中もずっと見てたんだよ。なんか分かったのか、その巻物の内容。なんかだんだん分かってきたような気がする。もう少し待ってて。巻物は私に任せて、藤枝君は自分の記憶を取り戻すことに専念して。巻物？絵本？何か思い出したの？いや。しかし図書館にその絵本が本当にあるのか？藤枝くん、あったよ。これでしょ？宝来山の庭。宝来山なんて、まさしく核心に近づいてきた感じね。昔々、秦という国の小さな村に、白蘭と明姫という、貧しいけれど、仲の良い幸せな夫婦がおりました。
その国で一番偉い帝はある日村で明け姫を見かけます。美しい明け姫をとても気に入った帝は自分のところに来させるように家来に命じました。でも明け姫には白蘭という大切な夫がいます。明け姫は帝のお誘いを断りました。断られた家来は困ってしまい夫の白蘭を殺してしまいました。明け姫は愛する白蘭を失った悲しみのあまり自分も死んでしまおうと思います。そこへ国仙屋と名乗る不思議なおじいさんが現れて明け姫にこう言いました。かわいそうな明け姫よ、四方を塞いだ船を作って西の蓬莱山まで行くがよい。そこの湧き水を飲ませれば白蘭が生き返るであろうと。明け姫はおじいさんの言う通り船を作って西へ向かうのでした。7日と7晩かかって明け姫は海岸に着きました。白い道と立派なお屋敷があります。恐ろしい蓬莱山の主蘭王様のお屋敷です。明け姫はそのお屋敷で働くことになりました。掃除をしていた明け姫はある時庭で秘密の場所を見つけます。そこは四方が壁に囲まれそれぞれに扉がついています。明け姫は扉を開けてびっくり。四つの扉の外には春、夏、秋、冬と四つの季節の本物の景色が広がっていたのです。そこへ秘密の楽しみを勝手に見られて怒った蘭王がやってきます。蘭王の姿はまるで恐ろしい鬼のようです。明け姫はそこにあった蘭王の水差しを持って逃げ出しました。逃げながら明け姫は手当たり次第桃の実をちぎって蘭王に投げつけました。すると不思議、桃の実たちは一つが二つ、二つが四つと増えていき一度にたくさんの実が蘭王を襲います。蘭王は痛くてたまらず引き返していきます。明け姫は来た時の船で海に逃げました。また7日7晩かけて村に戻ると帝も秦の国もとっくの昔に滅びていました。明け姫が蓬莱山で過ごすわずかのうちに外の世界では8年も過ぎていたのです。明け姫は命からがら持ち帰った水差しの水を白蘭の骨にそっと与えました。すると眩しい光とともに白蘭は生き返ったのです。明け姫と白蘭は末永く幸せに暮らしました。そうだ、思い出したぞ。親父にこの絵本の話をして爆笑されたんだ。どうして？この絵本の作者、思いつきで書いてるぞって。え？蓬莱山は西じゃなくて伝承じゃ東にあるってのが常識だし、旦那の名前の白蘭は女性の名前で男につけたらちょっと特殊な意味になっちゃうんだってよ。確かに。そうだ、どんどん思い出してきたぞ。彩香、巻物見せてくれ。これ？そうだよ、これこれ。なんで今まで忘れてたんだろう。俺、以前にもゴリョンさんにこの巻物を貸してもらったことあるんだよ。これ、お父さんに渡してほしいんだけど。
何ですかこれ。さあ、以前からお父さんが見たがっていたものらしいわよ。親父が？じゃあ私はこれで。ああどうも。北斗星君、延命強者？親父のやつ、なんでこんなものを。そういえば君島も興味ありそうだったな。よし。はい、君島です。あの、僕藤枝と言いますが。もしかして藤枝くん？ああ君島か。今ちょっと時間ある？あるけど何か用なのかな。うんうん、それじゃあ明日学校で。おやすみ。しゃあ。親父を君島の家に連れて行ったんだ。そしたら親父巻物の勝手な解釈をペラペラまくし立てやがって。どんな解釈してたの？思い出せない。ただただ、蓬莱山には本当に不老不死の泉が隠されてるはずだとか、どんな病気でも治せる力があるはずだとか。君島結構真に受けてた。そうか、それだったんだ。キャンプで君島が言ってたのは。それ悪いけど藤枝くんのお父さんって軽率じゃない？難病の人にどんな病気でも治せるなんて。だろ？だから俺は親父が嫌いなんだ。でもあの頃俺もそれしかすがるものがなかったような気がする。しょうがないのかな。そうだ、本当にすがっちまったんだ。あの8年前の大祭の1週間前、君島が俺に。そうだ、君島が。落ち着いて藤枝くん。そうだそうなんだ、あの日君島が秋までの命だって俺に。ねえ高弘くん、私高弘くんたちに出会えてほんと幸せだった。君島、ちょっと待ってて。これ高弘くんにあげる。これは、とうとうゆかって呼んでくれなかったね。私のこと忘れないでね。ちくしょう、ちくしょう、ちくしょう、君島。早く聞いてくれ。俺はどうしていいかわからなかったんだ。やけくそだったんだよ俺は。それで俺はあんなに嫌いだった親父にすがっちまったんだ。どうしても彼女を助けたいのか高弘。助けたい。常識以外の方法を使ってもか。そんなの関係ない。だったらこれをもう一度しっかりと読め。この中にはきっと真実が隠されている。親父はこれが本物だと信じてるのか。ああ、じゃなければ白ヶ浜くんだりまでわざわざ来ませんよ。親父。いいか高弘、探すのは秘釈の先だ。秘釈の先？そうだ、秘釈の先を探すんだ。表面に惑わされてはいかん。いいな。親父はその後で、その秘釈の先に力のたまる泉があるって、そこへの行き方を説明してくれたような気がする。そっか、8年前は藤枝くんのお父さんがこの巻物の謎解きをしたのね。でもどうしてもその説明が思い出せないんだ。大丈夫、私が解けそうな気がする。藤枝くん、ちょっと行きたいところがあるんだけど。もう時間がないんだぞ。
どこへ行くって言うんだよ。ちょっと、お山で確かめたいことがあるの。そんなこと言ったって。一か八か。白ヶ浜神社へ行くぞ。ちょっと、どうして神社なのよ。いいから行くぞ。確かこの本殿の裏からお山に行く道があるんだ。そうなの？これならおじいさんにも見つからないわね。急ごう。いよいよ今日は大祭なのね。まさか大祭の日がリミットだとは思ってなかったよ。さあ急ぎましょう。待て。何なの？思い出したよ。思い出した。それじゃあ神様にこのことをお願いしてみる？お願い？願掛け。神様が私たちのお願いがどれほど本気か試すの。ふーん。そして本気だったら神様が必ず私たちのお願いを叶えてくれる。でもその代わり願掛けしている間は自分が一番大好きなものを絶たないといけないんだって。そう宮司さんが言ってた。それが正しい神様への頼み方なんだって。そんな。できる？高博くん。できるよ。本当？なあ、君島を助けるためだったら俺サッカーを立ってもいい。わかった。だったら私も大好きなオカリナを立つわ。本当？だから一緒に約束をしよう。私は高博くんがきっと泉のある場所を探してくれると信じます。その時まで大好きなオカリナを捧げます。俺は絶対に泉を探し出し君島を助ける。その時まで俺はサッカーを立つ。約束よ高博くん。なあ、約束だ。信じてるよ。何一人でニヤニヤしてんのよ。思い出したんだよ、俺がサッカーをやめた理由をさ。願掛けとか。なんでわかったんだ？ここに来て思い出したんでしょ。単純な連想よ。さ、STB ゴー。あやか、お前さ、行こう。どこまで行くんだ？全体を見渡せるあたりまで。雨なる帝の乗りし船、虎が守りし八咫烏、虎が守りし玉兎、皆々お船に乗りたれば、雨なる帝の暗き泉は開かれん。巻物に書いてあるのか？うん、全部読んでみようか。ああ、頼む。ケンダリシンソンカンゴンコン、ケンダリシンソンカンゴンコン、ケンダリシンソンカンゴンコン、ケンダリシンソンカンゴンコン。天が満ちたる剣の年、最も太陽強き日に、落ちたる九つ八咫烏、落ちたる九つ玉兎、一日に一本足を得て、皆が足並み揃いしは、暗き泉で蘇らん。雨なる帝の乗りし船、虎が守りし八咫烏、虎が守りし玉兎、皆皆お船に乗りたれば、雨なる帝の暗き泉は開かれん。ケンダリシンソンカンゴンコ、ケンダリシンソンカンゴンコ。乗り遅れたるカラスとウサギ、泉の中に隠されん。隠れながらに八つの年を巡り来たらば、その身消え去り、命果てなく泉に消える。お船に乗りし皆々は、思い失い追いさらばえる。思い残せし者のみが再び道をたどりける。わかった？
どういう意味なんだ。多分この歌が歌ってるのはここが伝説の宝来山だってこと。その不老不死の泉が使える時とそこへの行き方、そして注意事項だと思う。どうしてそう思うんだ。ほら最後の部分、お船に乗りし皆々は思い失い追いさらばえる。これは記憶を失うって意味じゃないかな。それでこれ、思い残せし者のみが再び道をたどりける。つまり記憶を持ち続けた者だけがまた来ることができる。ほらゴリョンさんの言ってた、お山の定めだな。そう、藤枝くん覚えてる？どうしてこんなのがあるんだ。雨なる帝の乗りし船、虎が守りし八咫烏、虎が守りし玉兎、皆々お船に乗りたれば雨なる帝の暗き泉は開かれん。またそれか。どういう意味なんだ。天帝ってね、北極星のこと。昔から人の寿命を司る神様として信仰の対象になってたの。北極星が船とか車に見立てた北斗七星に乗って宇宙をぐるーっと回りながら世界中の気を循環させて命ある者たちを守ってくれるって考えていたのね。北斗七星か。ちょっと待った、彩香、ずいぶん北斗七星とか星座に詳しいな。中国の伝承とか勉強するとこのぐらいは基礎知識だよ。おい、一昨日の夜星座の説明させたの誰だっけ。何のこと。どうして俺に下手な説明なんかさせたんだ。分かんないと思ってバカにしたかったのか。ごめん、本当言うと藤枝くんと話すきっかけが欲しかったんだ。それでね、話を戻すけど、駅では天を表す剣って字を書くんだけど、それは虎の意味もあって北西の方角。方角の犬は犬とイノシシじゃないのか。十二支の方角と駅の方角ってもともとは別々だったんだけど、現在は合わさっちゃってるのよね。剣の文字に同じ方角の犬とイノシシの意味がくっついちゃったわけ。でね、見て、北西の方角には天馬ヶ岳、剣には馬の意味もあるからちょうどハマるじゃない。それで北斗七星が配置されてて、最後の2つ飛尺の先を伸ばしていくと、ここに北極星、天帝の泉の入り口があるっていう謎かけね。そういうことか。北極星も入れて8カ所か。みんな船に乗るって。カラスもウサギも9体ずつあったんだぜ。それってまずいよ。どうしてさ。乗り遅れたるカラスとウサギ、泉の中に隠されん。隠れながらに8つの年を巡りきたらば、その身消え去り、命果てなく泉に消える。全部乗せないと泉の中に隠される。あの時カラスとウサギが一組残って、失敗したのか俺たち。だから記憶も失った。まずいよ、リミットが今日って。隠された人が8年そのままだと泉の中に溶けちゃうんじゃない。ここから見る地形、巻物の地図のままね。ここから眺めながら考えると、剣、だ、り、しん、そん、カン、ゴン、コン。八卦の象徴の八つの地形、八つの地形の木が、
ぐるーっと一年ごとに8年かけて天庭の泉に流れ込む。そんな地脈が走ってるんじゃないのかな。このお山には自然の力が集まる不老不死の泉ってのが真相？綾香。